カタログショッピングの日線。まずい、これはまずい。マスコミに食いつかれたら厄介だ。女子供は奴らの言いなりだ。お前殺されるぞ。どうしたら。すぐ手を打て。自殺？自殺未遂の原因はあなたにも無関係ではなかった。誰に聞いてそんなこと言ってる。お調べになっていただければ分かります。悪質なデマに惑わされないでください。代議士はこれから本会議がありますので。すいません。渡したいものってきっとお役に立つと思うわ。なんだ。朝一番で区役所に行ってきたの。小秋ちゃんの戸籍謄本。これからの日本に、大阪法律専門学校。はい、証拠どこに。さあ、彼女は何か。探せ。はい、はい。君が稲城徳善先生のご子息ですか。いや、稲城徳善先生には大変お世話になっております。お船お立ちです。恐れ入ります。ご米は金がない。おい、学校の廊下じゃない、走るな。いいが、
稲城徳善の小せがれか。いえ、吉田勇先生、私稲城の小せがれではなく稲城平馬でございます。何だと。おい、ここをどこだと思ってる。なめてかかるなよ小僧。赤絨毯の上じゃてめえら一年生議員はクソ以下だ。親父が誰だっていい気になるな。ふざけた真似しやがるとぶっ殺すぞ。どうしたの？お前に話がある。後で聞くわ。それより党本部で新幹事長がお呼びよ。小脇の自殺説、それとあなたが小脇と付き合っていたというデマを流していたのはやっぱり田丸隆一だったわ。兵庫、小脇が妹だということをなぜ隠してた？犯罪みたいに言わないで。だったらどうなの？兄弟じゃ悪いの？なんだとお前、公表されたらどういうことになるか分かってんのかお前。着いたわ。龍一。はい。小脇を抱き込め。うまくやれ。わかりました。じゃあこれでこの話は終わりだ。兄内、お前と小脇の間には何もなかった。あの与太記事を書いた出版社、あれすぐ告訴しろ。はい、今ここでね、お前を潰すわけにはいかないんだ。うちの派閥としてはね。総裁選挙にはどんなことしても勝ち抜くよ。長谷部慎一郎を叩き潰すんだ。ありがとうございます。要件違いしてもらっちゃ困るよ。総裁候補はお前一人だけじゃないんだ。うちの派閥にはまだ玉がいる。いよいよとなったら差し替える。じゃあ客を入れよう。そうじゃない。失礼いたします。どうぞ。いやー来たか。どうだ近頃こっちの方は。まあちょぼちょぼです。いやいやいや、こいつとこの間回ったんですが、ハーフ65、風のせいにしてるんですわ。まあこいつはこっちの方でしょうな。ところで通産大臣、大臣もこっちの方はこんなことを。まさかこれ、これはないでしょうな。二人ぞって何を言うか。建設と環境の常任委員長ともあろうものが。よ、今ワニ口の言った通りだ。吉田君は建設、国内君は環境、これで決めたよ。いいな。ありがとうございます。おめでとう。はい、よかった。さあ忙しくなるぞ。向こうで話しようか。はい。見ていろ、今にひざまずくのは貴様らの方だ。お疲れ様でした。私心配しちゃいました。今のあの二人、新人意味でとっても評判悪いんです。いい年した議員さんたちまでみんな泣かされてるって。すみません。どうぞ。いい。あの、私が何か失礼なことでも。何でもない。気にするな。
すとなる。どんどん好きになる。妹だと分かっているのにだ。ひまわりさんですね。どうしたらいいか。まあまあまあ、そのままそのまま。あ、おい、吉田と小舟に揉まれたそうだな。俺は徳善の小せがれではない。おまけに吉田には啖呵を切ったそうだね。もうそんなことまで。これからあの二人には嫌われんようにすることだな。吉田は建設常任委員長、小舟は環境、たまる会のご利用してそうなった。ということはお前も入る。建設と環境の常任、それに部会の委員だ。ありがとうございます。どれも我々の長野新開発構想には欠かせない重要な委員会だ。逆に田丸一派は長野国際空港建設実現を狙ってる。当然田丸ジュニアを突っ込んでくるぞ。田丸十一が奴らの画策は潰さなきゃならん。ぜひとも協力してくれ。どうで、ヘマ、佐伯京子と小脇が兄弟だったっちゅう話はまずいな。はあ、あの敵は自滅寸前だった。それが今度の大帳場で一発逆転。いきなりこっちは二死満塁の大ピンチだよ。君が京子と小脇を使ってワニ口に罠をはめたっていうのは徳善先生と私の筋書きだっていう噂が流れ始めてる。君が小脇とできていたという話に乗っかってた。これは早速何か手を打たなきゃまずいな。ああ、しかしこれは私の個人的な問題です。それをこの場で話す必要はないと思いますが。ふざけんな若造。裏の政治はな、昔から立身弁だ。それが日本の政治だ。男と女のゴタゴタを扱えないようなな。とっととこの世界から出てけ。言いたいところだがジュニア、我が派としてもな、なんとかここ一番乗り切らなきゃいかんのだよ。まあそこでだな、山。お前、あ、嫁さんもらうか。は？ああ、嫁さんだよ。どうかな、こういうのは。この山建設グループの総帥、この山定時の会長のこれ以上だ。花子さんっつったかな。先方はあれだよ、お前のこと気に入っとる。おお、なるほど。これなかなかお似合いですよ。あの、ちょっとお待ちください。それが一体。気立てもいいし、学歴だって言えばなんてか申し分ないな。お前にはもう過ぎた娘さんだ。この山建設グループ総帥のこれ以上、それが、まあ、人脈を厚くすればガードも固くなる。この河野山一族っていうのは政財官界に申し分のない系図持ってる。それがそっくりお前の刑罰になる。我が派の人脈もぐっと熱くなる。長野の大自然公園計画をはじめ、まあ御三つりに進める巨大プロジェクトにも大いに役立つんだ。つまり私に政略結婚しろと。ジュニア、君はな、一般人じゃないと。政治家の女房は看板だ。いい看板を高々と上げればいい客がつく。売り上げも伸びる。信用ができる。商売がたけどつけ入る隙がない。まあ返事は今すぐ手段から考えとけ。リンスしたらリーゼパサつき防止フォーム。リーゼパサつき防止フォーム。寝ている間に髪うるおう。リーゼパサつき防止フォーム。朝の髪パサつかない。もっと遠い話だと思っていた結婚。俺の現実にそんな話が持ち上がるなんて。何してるの？
平馬さん。来ちゃったよ、ひまわり。気がついたらここへ来ていた。思い出の場所だもんね、私たちの。俺に結婚話があるんだ。決めた道を走り出してしまっている。親父の用意した道ではなく、俺の道をだ。だが、どこへ行っても親父の名が出る。そこら中に親父の敷いたレールがある。今にも自分を見失いそうになる。あなたはあなたでなきゃダメよ、平馬さん。俺は俺の道を行く。稲城徳善のせがれではなく、何とかして稲城平馬としての第一歩を記す。ひまり、俺は時間よ。市民の会が待ってるわ。分かってる。車回せ。建設常任委員会では田丸隆一がお世話になります。吉田勇先生には委員長ご就任のお祝いの席をぜひにご用意させていただきたい。ご都合を伺って来いと言いつかりまして。今夜だろ。開けてある、開けてある。これは田丸隆一から名刺代わりにということで預かってまいりました。ご承諾くださいませ。若いのに礼儀正しいね。隆一君にはよろしくお伝えください。はい。どうぞ。ああいう人たちっていくらあれば動くんですか。今度はあなたがやってみて。これは田丸隆一から環境常任委員長にご就任された小船先生ご挨拶代わりということでお届けってまいりました。どうぞお納めくださいませ。あのね、これ好きよ。これ思い出。あ、今夜 OK だから。あの、先生は何か苛立ってることでもあるんでしょうか。ひまわりさん。はい。秘書は余計な詮索をしないこと、批判はしないこと。はい。それから代議士に個人的感情は抱かないこと。好きになっちゃいけないんですか。私からの忠告です。じゃあ理香さんはどうなんですか。知ってます、リカさんもあの人を好きだってこと。俺は一人の死を望んで政治家となった。今度は自分の結婚まで売ろうとしている。ハムレットの真似。悩んでなんかいない。俺は誰との結婚だろうが、それが必要な力を確実に手に入れるためならばする。ひまわりさんの存在はなくなったの。愛のない結婚でもする。しかし親父の戦略には決して組み込まれない。さっき掴んだ情報だが、去年長野国際空港計画に絡んだ金がワニ口の懐の中に入った。政治献金に載せていない裏金だ。いつそんな調査を。これがその生き証人の名前と電話番号だ。帰ったら東京地検に密告しろ。ワニ口がやられれば当然奴の秘書官だった田丸隆一もぶち込まれる。
だか、小暮君。今晩はね、田丸隆一事務所のおごりらしいんだ。一つパッと盛り上がるじゃないか。おごりが一番ですな。いや困るな、大先輩にそんな取りなし役をやってもらっちゃ。ああ隆一君、もういいから。ああそれより、きれいとこ、きれいとこ。おかみ。まあ、小舟先生、吉田先生、本日はようこそ。あ、おかみ、おかみ、挨拶は抜き抜き、呼んで、早く呼んで。先生、相変わらずせっかちで。またじゃ、早いよ。お姉さん、またお願いいたします。はい、いらっしゃいませ。あ、来た来た来た。はい、早い、早い、よー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 。はい、よし、こうしよう。はい、はい。それでは、私たちはこれで。まあ、いいじゃないか。ひまわり君とか言うそうだね。はい。こっちに来て一杯やらんか。ほら、どうした。あ、まあ吉田先生。いや、あの吉田先生、ほら、なんだ、相手は素人さんですかね。まあ素人だからなんだよ。おみきが過ぎると天神様が逃げちゃいますよ。さあどうぞどうぞ。なんだ、遠い。おかみ、お前いつからそんな大層な口が聞けるようになったな。申し訳ございません、差し出口をいたしまして。なめんなよ、おい、下がれば。から申し訳ございません。いや、私がいけないんです。おい、おかみ、てめえ誰のおかげで困になった。男に入れ上げたお前のおっかさんが住んでのところでこの店潰そうになった時、助けたのは誰だ。この吉田のやつさんの吉田中道先生や、小舟のやつさん、小舟和彦先生だよ。この藤の瀬の今日あんのは両先生のおかげだ。そのお客様何だと思ってる。いや先生、何もそこまで分からねえから言い返してやってんだ。ついでにお前たちも聞いとけ。それからこいつは長谷部慎一郎の目掛けだ。二十歳から十年間いろんな男に体を売って金巻き上げて、シャンザンさぶり尽くして、みんなポイッと捨てて長谷部に乗り換えた。月々1000万円のお手当だ。そういう女だ、この女は。その子ね、ワニグチ先生。なんだ。ただいまのお叱りの言葉、キエはしっかりと頂戴いたしました。もしお許しいただけるならば、ただいまの教え通り今後一層精進いたしますので、よろしくお願いいたします。吉田先生のお怒りが解ければ許してやろう。これ、踊れ。裾をまくってカッポレを踊ったら許してやろう。ありがとうございます。カッポレだよ。分かってる。俺のために耐えてくれたんだろ。ありがとう、おかみ。君の金は役に立った。
必ず吉田と小舟は手なずける。ワニウチもパフォーマンスのやりすぎだ。限度ってものがある。今日のことはきっと謝らせてみせる。お前か。俺はもう帰る。奴らの相手はリカに任せて、お前は裏へ車を回せ。喋ったの？はい、テレビに出て噂のほとんどを肯定しました。ワニ口の穴尾のこれは作り話で、お姉さんにそう言えと頼まれた。バカな。ヘイマさんのことが大好きで、嫌われたくないからプールで狂言自殺をした。今でもヘイマさんは大好きです。なんてこと。兵庫、どういうことだこれは。いらないわよ、聞きたいならこっちよ。小脇のとこ行け、すぐ行け。真子、あんたのやったことで私たちが一体どれだけのダメージを受けたと思ってるの。それだけじゃない。お父さんの敵のワニ口やタマル一派が息を吹き返してしまったのよ。それはどうしたってんだよ真子。何がダメージだ、何がお父さんの敵だ。だって私のダメージはどうなってんだよ。私はあのワニ口に抱かれたんだよ。屈辱に耐えた私の気持ちをお姉ちゃん考えたことある？昔から優等生のお姉ちゃんに私の気持ちが分かるもんか。お父さんの敵討とうに二人で奴らをやっつけようね。もうそんなことはどうだっていいよ。私は昔から出来が悪かったからね。お姉ちゃんみたいに可愛がられたこともシヤホヤされたこともないよ。死んだお父さんにもお母さんにも生きてるお姉ちゃんにもいっぺんだってね。だから私嬉しかったんだよ。テレビや新聞社に追いかけられてチヤホヤされて、私生まれて初めてたくさんの人の注目浴びたわ。いい気持ちだった。ずっと寂しかった気持ちがすっきりできたんだ。巻に乗って行こう、魔法と冒険の不思議な国へ。早見優主演ミュージカルオズの魔法使いがいよいよ大阪へ。ただいま発売中。あなたも魔法の国オズへいらっしゃい。ああ、そのままそのまま。東京地検です。政治献金規制法違反の疑いで証拠書類を押収します。裁判所の令状です。はい。頭悪いから分かんないね。昨日のことも覚えてないんだもん。去年のことは分からない。全部しょばかったから、そういう細かいことはね。ご苦労。ヘイマだ。地形の垂れ込みは奴だった。クソなどの調子もんが。手を打ちますか。吉田と小舟を使う。至急内々にアポを取れ。別々に一人ずつ会う。はい。それからひまわり。はい。ヘイマのところを辞めた秘書で
佐藤とかいう男がいたな。はい。探せ。俺のところへ連れてこい。はい。今度こそ兵も叩き潰してやる。はい。なんだって？結婚はできません。ヘーマ、俺は今でもひまわりが大好きです。ヘーマ、だから好きな女がおってもいい。しかし結婚はできるだろう。ああ、それが正解の結婚ちゅうもんだ。俺はあんたの望む結婚はできません。政治家の結婚ちゅうのは一般人のそれとは次元が違うんだ。誰を呼ぶか、また誰が呼べるか、どの政治日程に合わせていつどこでやるか、金と人数はいくらくらい集められるか、言ってみりゃ式そのものが一つの政治だ。それでも私はできません。うるさ。7月5日だ。なんだって、もう決めてたんですか？まあ、すでに列車が動き出した。ああ、それと一旦組み込まれた成人日程っていうのはもうどうやっても変更がきかん。また俺を操るつもりですか？黙ろ！党の長老3人、総裁経験者5人の出席の内諾ももう取り付けてある。言ってみりゃこれは我が派の政治イベントだ。長野大構想もある。長谷部慎一郎次期総理の実現のためにも最大限に利用される。いいか平馬、私のメンツのためにも式の取り消しはない。お前がわしのせがれである限り結婚の中止もない。俺という人間の意思は関係ないということ。ない。政治家ちゃみんなそうやっとる。ヘーマ、甘くみんな。ヘーマ、まあ、これが政治だ、これが正解だ。お父ちゃん、俺を見損なわないでくれ。今なんつった？あんた、ひまわりのお腹の中にいた俺たちの子を殺した。俺は一人の老人の死を望んで政治家になった。俺は変わった。もうあんたの知ってる昔の稲城平馬じゃないんだよ。もう一度言う。俺はあんたの望む結婚はしない。何言うか。貴様は今に独善のせがれである限り常に私の支配下にある。俺は抜け出してみせる。ヘーマ、俺は必ずあんたから独立してみせる。見て、自分の赤ちゃんを下ろしたことまであるんです。佐藤、選挙の後には俺の代わりに選挙違反の罪をかぶって豚箱へ入ってきてくれって。その後保釈金を積んで私を出し、何百万だか持ってきて、これで私に消えろと。俺の友情と尊敬を。事態はまたさらに悪化。たった今徳善先生からお電話があり、河野山花子さんが縁談を断ってきたと。吉田と小舟から建設と環境の常任会がどちらもあなたを委員として不適格だって辞任勧告してきた。そう、留置にやられた。吉田先生、小舟先生、
通知をいただきました。寮先生ご担当の建設常任委員会と環境常任委員会、私寮委員会委員として一命を投げる通知を出しておりました。ところが本日任命取り消しのご判断をなされたと。ご判断じゃない、決定だ。どうかどうか先生、そこをなんとか。だって君1年生議員なんてゴミなんだから、いてもいなくても。やります、何でもやります、1年生議員でも。どうかご再考を。よし、窮地の脱出法を教えてやろう。はっ。死ね。ひまわり。はい。ヘーマは二つともクビになった。常任委員会を両方とも解任されたら党にはいられない。このままでは議員辞職しかないだろう。ひまわり。はい。俺のことが嫌いか。いいえ、嫌いではありません。ありがとう、もういい。もう用はない、帰れ。入れてください。ダメだ、帰れ。入れてください。押せ。父親は黙るかいな。俺の親父だってあるかいな。俺たちは兄弟だ。お前は俺の妹だ。
常任委員会まで動かすと汚い道。貴様こそ垂れ込みとは豚の真似だ。俺を怒らせるな。俺は貴様には負けない。俺は貴様が嫌いだ。見てるだけで虫が走る。だから叩きのめす。政治の世界から抹殺してやる。俺は死なない。誰よりも強い権力を必ずこの手に掴んでみせる。それはどうかな。見るからに青色吐息だ。俺には貴様の墓場が見える。俺は貴様を倒す。ひまわりの剣も決着をつける。手に入れる権力の使い道がそれか。それもよかろう。だがもうすぐお前に離党勧告が出る。そうなったらあとは議員辞職しかない。長野へ帰れ。ヘマ、見くびるな龍一。俺は必ず貴様を倒す。どうにかしなければならない。このピンチを乗り切るためには俺はどんなことだってする。私をなぜ叩いた。証を、娘である証をしたかった。お母さんのこの20年間の恨みの証をしたかった。ずっとそればっかり考えてた。頼みだ。一つだけ聞いてやる。彼を呼んでやりなさい。修羅場を抜け出すヒントを教えてやる。結婚しろ。世の中は信用だ。それを取り戻せ。お父さん、私は今日から稲城生を捨て
小脇の本名佐伯真子の佐伯姓に入籍して佐伯平馬となります。ワニグシさん、真子はもう俺の妻だ。あんたが俺の妻に何をしたかはいつでもバラせるぞ。どうだ龍一、貴様これでも俺に勝てるか。